6月9日、深夜3時になります。まだ日付が変わって3時間ぐらいしか経ってないんですけどもね、もうできることをやっていこうと思います。えー、よろしくお願いします。ちょっと今日ね、校内園で喋りがちょっと痛々しいんですけども、まず6月8日の18時半の1時間を見てみますね、えー。ご覧のように反省するとなると、なんかついちゃいましたね。えっ、ー、と、ここですよね。うんと。こういう風な、 箱ができて、ちょっと下がって、ネックラインを越えて、このトレンドが来ると。で、また横ばいになって、ちょっと下がって、この線を越えて、トレンドが来るっていう動きですよね。ここはちょっとね、あの、ノイズみたいな感じで、私ここで全部決済しましたんで、あとは、ポジションなしで見ているだけなんですけども、まあ、基本的には同じなんですよ。ここでこういう風なのができてね、まあ、あの、ここら辺とはちょっとね、 ロソクのの形が変わってきたのを感じますすかかね細かい話ですけども全体的な流れとしてはまた落ちていって、このネックラインを越えて、まあブレイクするのは同じなんですよ。ただちょっとね、雰囲気変わってきたなっていうふうに私は感じます。というのが、あの、私みたいに休憩しだしている人がいるんですよ。目標利益をごそっと確保して、ちょうどこの辺でですね、もう一かって感じで終わってる人が出始めて、この動きになってきてるんですよ。 まあ私はそういうふうに思いますね、ここは。うん、これはね、感じ取ることしかできないんで、経験の中で、あ、多分自分と同じように、もう、金持ち喧嘩せずを始めた人がいるんだな、と思っていただければいいです。まあただ、新規で買いを入れてる人もいますんで、例えばここをブレイクを見てね、また買いに入ってる人もいるわけですよ。ですんで、まだ、この時点では6月8日の18時半の時点では、えー、買いの流れは、 終わってないなっていうふうに休憩してる私も強く感じますねえ。ただ私は今週はもうこれでいいかと思ってるんで、えもう新規の会は立てません。えでもね、まだまだ会に入っていいと思いますよ。その辺をちょっとお話ししましょう。で、えー、現在、深夜3時の冷やしですけども、これエリオット波動の応用で解説していきます。エリオット波動ってのはわかりますかねもう一回ここでおさらいしますと、こんな波動があって、 その5波でまずは上昇波ができてるんですよね。で、調整波が3波で入って、その後、この一番高いところを超えるような感じで突き抜けていくと、エリオット波動が継続ということなんですよ。で、それをちょっと応用するとね、この形がすごく似てるんですよ。まずは、こちらをブレイクして、上昇トレンドを書いたところまでは見分けがつきやすいんですよね。 その後、調整波が入って NG を書いたなと思ったんですけども、これがエリオット波動みたいな形、みたいな形ですよ。に伸びて、結局ここ5波まで行ってですね、あとはこういう風うに下がっていったところが見えて、あ、これはこのネックラインを越えたら、また同じようなフラクタル構造でエリオット波動に似たような形を作るなっていう風うに、テクニカルを見ていると見えてくるんですよね。で、 一旦ここでちょっとね、陰線もありますけども、これを突き抜けて上の方に行きました。はい。そうするとですね、どんな形が見えるかっていうと、ちょっと戻しますよ。どんな形が見えるかというとね、新しいエリオット波動に似た形が、ここで、見て取れるんですよ。第1波、第2波、第3波の途中です、今ね。第3波の途中なんで、またどっかでね、おそらくもうちょっとしたら、調整して、またさらに上がっていくっていうので、 5つの波波動を作っっててまたた調整波みたいいにになるっていう風に私はこの時点で未来を見ますでこの時点でそういうふうにこれからの未来を見るわけですよ上昇は上昇でいいんだけどもどっかで調整が入ってその調整に巻き込まれて、えー、この上昇波動の途中でもねロスカットを食らう危険性があるなと思うからまあその一歩前で場合によっては1.5歩前で私は休憩に入ったってことなんですよ で、これからね、予想できるのは、同じように、あ、そろそろ調整入るなって分かる人は、休憩に入って、もしくはロットを減らして、ずっと相場を見ているってことなんですよね。で、まだまだ、あー、取っていきたい人とか、こういう風な未来を、うん、断片的にしか見えない人は、まだ、しっかりと倍でエントリーしてると思います。どっちも悪くありません。むしろね、あの、勝手にね、この辺で、 流れが止まると思って、エントリーやめちゃう方の方が危険だと思いますよ。はい。じゃあ4時間を見てみます。休憩と収束の予感ってのはどういうことかっていうと、まあ私は実際今もうね、ロットを外して休憩してる状態なんですよ。多分同じように考えている小ざしいのがね、えー、結構私と同じような思考の人が、ーいると思うんですよ。つまりはあんまりロスカットを食らわないように、ちょっと前で終わるみたいなね。あ今週は予定利益いったからもうやんないみたいな感じで、 まあ,ある程度慣れてくるとその安全策を取るようになってくるんですよで皆さんにはこれおすすめしませんよおすすめしませんまずはねロスカットを食らうまでずっと今みたいな状態だったらロスカットを食らうまでバイ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 でいくんですよでロスカットを何回も何回も受けながらあせっかくう例えばね10ロット買ってたのに3ロットロスカット食らったなみたいなのこれを繰り返していって体で掴んでいった方がいいと思いますここは体で掴むところ考え方は今私がお話してますけどね で体でつかんだ結果私の場合はそろそろこの辺で手を引こうかなっていうふうな感覚が身についたんでだから私は指導者がいなくてもこれができるようになったんですよでも今この私の相場解説を聞きながらエントリーをこう参考にしてる方はねコピートレードに近いと思うんでえそういう方はね私と同じように今回休憩ってことは概念として残してもいいんですけども実際には自分の手を動かして、えー、ロットを減らしてでもねエントリーは続けてほしいと思います そうしたときに、あ、本当だっていうのが、何回もやればね、拾えてくると思いますんで。で、自分の体感にしていくことが大事なんですよ。で、それが精神力につながっていきますんでね。はい、ここまで話しましたけども、ご理解いただけたでしょうか。さあ、それで、4時間足のフラクタル図けなんですけども、もう下がってきたときのフラクタルはもう言わなくていいでしょう。上昇のフラクタルなんですけども、最初はちっちゃいものが続いていきます。 で、だんだん大きくなるっていうのをお話しましたよね。だんだん大きくなってるでしょだんだん大きく。さあ、だんだん大きくなったんだけども、このだんだん大きくなるも終わって、今度逆に小さくなる可能性があるんですよ。それが、だから先ほどの冷やしでいう調整派に入ったってことになります。だから私はちょっと前に、えー、ポジションを抜いてるわけなんですよね。でも皆さんはまだまだね、ここでもブレイクして買いに入っていただければいいと思いますし、今でもここ、 調整して、もう一回ここを抜けたら、抜けた瞬間に倍に入る。これを繰り返していっていただきたいと思います。ロットを調整しながらね。トレーニングの段階ですから。ね。三段階あるって言ってたでしょ。で、一段階目は基礎用語とか何なりを覚えるとかね、概念を覚えるっていうこと。で、二つ目は、テクニカルのトレードのトレーニングですよ。トレーニング。今、皆さんトレーニングの段階ですから。で、三つ目の精神力ってのは、先ほど申し上げたように、体でぶつかりながら、なるほどこういうことか、だったらもう、 大丈夫だなって感じで、あの、鍛えていくところなんですよね。それが私があんまり、先ほどみたいに、皆さん、私はここで休憩しますんで、皆さんも一緒に休憩しましょうってやったら、この、感が養われない、勘というのはね、なんで表現しにくいんですけど、山勘じゃないんですよ。何回も繰り返すことによって、染みついていく精神力のことを、勘というふうに。 考えていいいいいただけばかかかなりりやすいですすででねこの伝わりにくいですかねちょっと表現がねほんと難しくなっちゃってすいませんけどもとにかく私と同じようにやっている限りは私がいなくなったら途端に困るんで私の考え方をね受け取ってほしいんですよで私はポジションがないけどももしねこれからポジションを持ってるとしたらあのロットを減らしながらでも上昇倍の方で買い続けるってことをお話し,しましただからロットを時にはね10分の1ぐらいにしてもいいと思いますよ もしくはデモトレードに戻していくとか、その代わりしっかりとね、チャート見てってください。やっぱりポジションを持たないと、私はこうやってずっと見てますけども、ポジションを持ってないと見なくなっちゃうでしょ。うん。だからそれだとトレーニングにならないんで、トレーニング中はポジションがない間もしつこくしつこく見に来てくださいね。で、もう稼ぎたい時だけ FX 開こうかなっていうレベルになったら、ポジション抜いた時は全く見なくてもいいですからね。あの、パカッと。 そのチャートを開いた時にあの過去検証と未来予測を同時に立てられるようになったらもう一人前ですからはいえー、ということでね1時間の方に行きましょうかすいませんしゃべりすぎましたねでもこれ大事なことなんでね何回も言いますからで1時間足なんですけども1時間足ではあのもう一回この話になりますけどもねここここそして形がちょっと変わりましたけどもここみたいな感じでちょっと下がって トレンド。ちょっと下がって、ブレイクトレンド。ブレイクってのはここですよ。ここ。ブレイクをしましたよね。もう何回も何回も言いますからね。で、ここもちょっと変わってますけども、結局は、<coughs> ここをブレイクしたからこそ、このトレンドに出会えたってことなんですよ。さあ、今度はちょっと形が変わってきましたね。うん。こちらはなだらか。まあ、同じようになだらか。 ちょっとこう、壊れてきたなと。で、ここはだいぶ壊れてきたなっていうふうに、形の変化わかりますかねで、私は、もうすでにここはもうやってないわけですよ。ここで、私はポジション抜きました解放しましたんでね。ただ、その後も、あ、同じ形でフラクタルできてるなって思ってるんですよね。じゃあ別の見方をしましょう。別の見方で言うとね、ここが高値高値 高値更新なんですよ。どん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 。ね。で、安値更新はちょっと点が付けにくいんですけども、例えばここでもいいですね。ここ。ここという感じで、安値更新、高値更新っていうのができてます。で、新しい安値の更新っていうのがどこに来るのかまだ点が引けませんけども、まあ、こんなとこじゃないですかね。まあ、これはちょっと危険な、あのー、未来予測なんで、ここまでピンポイントにわかりませんから。うん、ただ、まあ、この辺に来るんじゃないかなと思いますよ。この辺に。 ふわーっと来てでまたこういうふうに上がっていくんじゃないですかねで1時間でここまで具体的に言うのは私ちょっとね無責任だと思いますんでここら辺ねここら辺の仮説を立てるのはとこれ消しますこの辺はこれ分かりません分からないんだけども大体いい同じような形とリズムでここもここもここも来てますんでここもなるんじゃないかなっていうふうにぼんやりと思っておきますですんで今度 ブレイクアウトするとしたらこのヒゲ先とかね実体の先とかこの辺りでしょうねこの辺りで私はブレイクアウトを目指すと思いますであともう一個ねちょっと大事なことを言っときましょう えこちらですブレイクアウトの基準になる2つの陰線要線これ見てください腹らみ足になってるでしょここも腹らみ足なんですよねここも腹らみ足なんですよここは腹らみ足になってないけどもうんまあここと言ってもいいかなここが腹らみ足になってるんですよ、うん、だからこの腹らみ足も見ていくとあ同じように来てるなっていうふうな判断になるんですよねうんまあほはね ここがちょっとねね違うんですけども、ね、ここはなんか無理やりここをちょっと指定しましたけどもここはちょっと違いますね。まあでもこういうふうに気づけるところを多くしていってその蓋然性が強いってことをどん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 補強していくとこれも精神力につながるんですよ裏付けがたくさんあるんでだったら高い確率さらに高い確率でこうなるだろうなっていううに思えるんですよね。 はい、ちょっといささか長くなりましたけども、以上のような感じで、これからの動きをちょっとお話ししてみました。えっと、ここからね、ロット調整して、調整波が来ると思いますので、その対策をしたらどうかなってことを、かん、あの、軽く言わせていただきますね。ただ、まだトレーニング中の皆さんは、ロスカットを食らうまで、ずっと倍を入れておいた方がいいと思います。とにかく倍の玉を、小さくてもいいから持っておく。そうしないと、意識してチャートを見に来るってことがなかなかないんでね。で、 ポジションをチャートから抜くと、楽になると思うんですよ。例えば、こういう方もいますんで、気持ちはよくわかります。ポジションを残したままだったら、夜眠れないから、とりあえず夕方決済するんですと。ね。確かにその通りなんですよ。その通りなんで、だから言うんですよ。少なくとも、ロスカットラインを設定して、あの、玉をちょっとでも残しておきましょうと。10円でもいいんで。うん。まあ、寝てる間は別に抜いてもいいですけどね。それはね。あのー、生活壊れちゃいますんで。 ですね、日中はあの朝とかお昼の時にねもう本当にチャートを見に来る意識がつかないっていう方は玉を入れておくといいと思いますよはいじゃあ長くなりましたんで今日は以上でございます丁寧に説明したつもりだったんですけども分かりにくいところがあったらねまたご連絡くださいえ今回はどうやって精神力を身につけておくかってこともちょっと織り交ぜながらだったんで盛りだくさんになっちゃいましたはいじゃあ以上です